はーい、どうも、白滝です。今回の動画は 2023OB シリーズが終了。この後 OB 再臨も来るので、狙いの選手、持っていれば勝ち組、最強選手のまとめやっていこうかなと思います。今年登場した OB のガチャ、選手について話していきたいんですけれども、OB シリーズは第1弾から第6弾、6名が登場。で、ダルビッシュセレクションで、まあ、各球団 OB の選手が1名ずつ登場。まあ、あとはスピリーグ監督でも OB の選手が登場してきました。で、合計人数が各球団8名の OB の選手が登場しています。で、追加された選手、登場した選手で持っていれば勝ち組、最強選手、まあ、阪神の方から見ていこうかなと。阪神は3名の最強候補がいます。1人目がバース選手、弾道アーティスト、ミートから88、85、56、称号でミート S にすることもできますし、まあ、88、88の同値にすることができる。まあ、限界突破すればね、レフトとライト起用することができて、特殊能力、アーティスト、広角打崩壊、アベレージヒッター、アーティスト、広角という、まあ、強いね、組み合わせになっているので、バース選手をルイキーやガチャで獲得した方は、まあ、今後、まあ、永遠にねヘリ値で使うことができる。もしねスピリッツが低くなった場合でもスピリッツ解放という、まあ、そういったね機能があるので、まあ、永遠に、ね、使うことができる選手になっています。2人目がダルビッシュセレクションで登場したウィリアムス選手。で、ここで OB 再臨の注意点についても話していきたいんですけれども、OB 再臨は OB シリーズで登場した選手のみガチャで獲得することができます。ダルビッシュセレクションの選手たちに関しては再臨はありません。能力の方を見ていきましょう。9位から81、75、60。で、第1球種、マッスラー。で、第2球種、ツーシーム。で、大きいね、変化球、スライダーを持っていて、特殊能力、対ピンチ20丸を持っています。まあ、ウィリアムス選手、まあ、最初の時は、まあ、あんまりね、強くはない。まあ、そういった評価だったんですけれども、まあ、今ではね、中継ぎ枠では、もうかなり強い選手になっています。マッスラと、まあ、スライダーかな。まあ、これを意識すると、まあ、速い球、マッスラ、ツーシーム、これが、まあ、打ちにくい、まあ、投手になっているので、まあ、今後も、リアタイでね、使える、まあ、最強な投手にはなっていると思います。3人目が藤村選手、弾道アーティスト、ミートから82、84、71、まあ、称号で84の同値にすることができて、守備数値78なので、特殊で A にすることができる。で、懸念点が捕球29の F、まあ、特殊で E にすることはできるんですけれども、まあ、守らせるのはちょっと厳しいかな。まあ、結構、まあ、打球が抜けるとか、まあ、抜けない藤村選手もいるんですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、打球がね、抜ける、まあ、選手にはなってると思います。特殊能力、アーティスト、広角打法という、まあ、強い組み合わせになっているので、まあ、右のね、三塁手としてはかなり強い選手になっています。広島の最強候補、1人目がダルビッシュセレクションで登場した前田選手、弾道アーティスト、ミートから80、80の同値で、レフトの適正のみになるんですけれども、まあ、守備能力が高い、特殊能力、アーティスト、アベレージヒッター、かいチャンス、まあ、広角打法はないんですけれども、アーティスト、そして高い打撃能力なので、まあ、リアタイのね、レフト枠として使える選手になっています。二人目が外小葉選手、9位から81、70、86。まあ、能力も高く、まあ、西のね、ナックルカーブの投げ分け、これが強い投手になっています。まあ、あとはね、限界突破すれば中継ぎ起用できる。まあ、これがね、かなり大きいんじゃないのかなと。まあ、特殊能力も強くて、キレ、伸び返、尻上がり。まあ、尻上がりは先発時のみ有効なんですけれども、まあ、ランク戦であれば2回以降、打者のミートを中断、打者のパワーを中断してくれる、まあ、強い特殊能力になっています。横浜見ていきましょう。1人目がローズ選手、弾道高弾道、ミートから86、82、まあ、高い打撃能力になっていて、特殊でセカンド B にすることができます。で、特殊能力、チャンス、広角打法回、アベレージヒッター、まあ、広角打法を持っていて高い打撃能力なので、まあ、セカンド枠としては強い選手になっています。二人目が田村選手、弾道アーティスト、ミートから78、82、73、まあ、称号でミート A、パワー A の同値にすることができて、まあ、センターの適性が B、まあ、あとは特殊で、まあ、ライト B にすることもできます。特殊能力、アーティスト、広角打崩壊、粘り打ち、まあ、センター枠としては、まあ、かなり、まあ、強い選手になっています。
巨人の最強候補は一人のみ、高橋由伸選手、弾道アーチスト、ミート81、パワー81の同値。で、ライトの数値が78なので、特殊で A にすることができて、まあ、守備能力もね、B 以上ある。さらに守備積極。で、特殊能力、アーチスト、広角打法という、まあ、強い組み合わせになっているので、まあ、ライトで一番強いのは、高橋由伸選手になっています。ヤクルトも最強候補は一人のみ、広沢選手、弾道アーチスト、ミートから80、76、61。まあ、限界突破すればね、サードと、まあ、外野へ起用することができて、特殊能力、超高角打法、アーチスト回、チャンス、まあ、強いね、能力になっています。中日の OB で最強候補に関しては該当者はなし、まあ、宇野選手がアーチストなんですけれども、広角打法は持っておらずプルヒッター、まあ、プルヒッターもね3月下旬頃修正はねされるんですけれども、まあ、ショート枠で言えばアーチスト池山選手、アーチスト広角の中島選手がいるので、まあ、使うのであれば中島選手でいいんじゃないのかなと思います。パリーグの方になりまして、オリックス。今回必須級の選手に関してはいないと思います。まあ強い選手としては、西スラーブの村田選手、まあムービングのね、赤堀選手、また能力が高い松永選手に関しては、まあ当たりの選手にはなってくると思います。ロッテの最強選手が OB 第3弾で登場した落合選手、弾道アーチスト、ミート86、パワー86の同値。まあ、限界突破すればね、ファースト、セカンド、起用することができて、特殊能力、超広角打法という、まあ、強いね、能力になっています。ソフトバンクの最強選手がダルビッシュセレクションで登場した野村選手、弾道アーチスト、ミート80、パワーが83。で、守備適正 B なんですけれども、一つ懸念点としては、まあ、肩が C と、まあ、肩の数値が高ければ、まあ、その分ね、盗塁、まあ、阻止してくれるんですけれども、まあ、肩は C になっています。特殊能力は保守、存在感、アーチスト。楽天の最強選手が福山選手。まあ、球速はね、遅いんですけれども、ツーシーム A、まあ、ストレートのね、球威も高い。で、特殊能力、超重い球、切れ替え、タイピンチと、まあ、リアタイ向きのね、特殊能力になっていて、タイピンチ発動すれば、ツーシーム S にもなるので、まあ、その楽天の OB の中では、まあ、強い投手にはなってくると思います。西武見ていきましょう。OB 第1弾で登場したギャレット選手、球威が80。で、第1球種、スプリット、パワーカーブ、第2球種、ツーシーム C を持っているので、まあ、ランク戦でね、強い、まあ、リアタイのね、球種になっています。そして最後、日ハム。OB 表記で登場しているダルビッシュ選手、まあ、能力も高く、限界突破すればね、中継ぎへ起用できる、まあ、リアタイ向きのね、球種になっています。で、新特殊能力、エースの風格、まあ、ランク戦であれば2回以降、まあ、変化球がね、プラス1、ミートを中断、パワー中断してくれる、まあ、強い特殊能力になっています。二人目が糸井選手、弾道ラインドライブ、ミートから81、70、81。まあ、オリックスバージョンの方が強いんですけれども、特殊能力、超広角打法、ラインドライブという、まあ、組み合わせになっているので、まあ、その、まあ、強い選手には、なってくると思います。今年登場した12球団の最強 OB まとめていったんですけれども、最後、ポジション別でまとめていくと、まあ、先発であれば、ダルビッシュ選手、中継ぎがウィリアム選手、で、抑えで福山選手、野手の方を見ていきましょう。まあ、捕手は野村選手、一塁手がバース選手、二塁手がローズ選手、まあ、三塁手は落合選手になってくると思います。で、ショート枠に関しては、まあ、今回、最強候補、まあ、該当者はなし。で、レフトが前田選手、まあ、センターが田村選手、ライトが高橋選手、これがまあ今回の OB のベストオーダーになってくるんじゃないのかなと。今回の動画は3月になり OB シリーズも終了。まあ、この後ね、OB 再臨も来るので、まあ、狙いの選手持っていれば勝ち組、まあ、最強選手のまとめやっていきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。